あー、感情者だ。当たってくれー。うっ、もう9秒よ。おはようございます。東西街道連の芝生でございます。本日は新潟県上越市にございますミッドガーデン上越店さんに来て、実践並び順120番というわけで、何が打てるかはわからないんですけども、初の新潟県というわけで勝ちをこの手にしたい。だから頑張っていきます。よろしくお願いします。私が泣いてんだ。おー、窓通はやっぱ埋まってるよね。聖夜も埋まってるか。取れやすい位置にあったんで、とりあえず朝一は反逆からいきましょうか。勝利をつかみ取るのだ。魔法少女マドカマギカ新編反逆の物語マド3でございます。ちょこちょこ売ってんすけど、ちょこちょこ判別が下手くそっていうところで、ちょこ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 、うん、ちょこちょこちょこピーン。使い割りもねそんなに高くないんで、まあ設定使いやすいかなっていうところで、まあ割とね高設定は機械割りの割に出るイメージなので。そして何より僕今すごい動画出てない部分も含めて結構負けちゃってるんで、今日ね朝一ホテルでタレカツ、新潟名物のタレカツの方6枚食べてきたんで、6積もって勝つみたいなノリで頑張っていこうと思います。では行きましょう。ファーストレバーゴン。まあいつアップロードされてるかわかんないですけど、今回の動画がほんまにね負けが半端じゃないんで、最近甘くはないけども負け額もそこまで大きくならんへん。その前に6じゃなければやめれるんで、で今日はお尻が決まってますんで、設定的に怪しいな、下の方やなっていう怪しさが出てきたら割と早めに見切るつもりっす。え、記憶の回復いったぞこれ。ようやくゲーム内の頭なんで割とチャンスかな。振り上げ的にはあるけど後半パートの方が熱いから、ジャパン。446ゲーム当たった瞬間に後ろ見たらお客さんの目があって、ちょっとお話しさせてもらいました。はい、というわけで446ゲーム本日初当たり7000円ですね。ワンチャンつくかもしれへんからね、ここワンチャン。そんなことなかったか。はい、ボーナス全部青いかな。いいよね、いきます。こっからの3ゲームプラス1ゲームでレア攻略引けれやラッシュに入るんやから、ええー、大よそこだけは、ね、1リール確定。滑った、オッケー、エクセレントサクセス。はい、えっ、こう見ると私は円盤の断りの一部なので、はい、円一本日一発目のマギガラッシュ。よかったよかった。はい、滑った20、10、20、50枚。おおお、でかい、2連続で50枚。あいや、うまー今日。お、長い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 、100枚ワクワクして、オーケー、トータル240枚。これはでかい、これでか。はい、よし、今日チェリー行こう。20枚、この後、お、おわ、着地に置いてかないで、よし。あー、今日この演出か。あー、超広角来たこれ。これなんか特殊、あー、レア攻略引いちゃったいきなり。はい、エピソードボーナス違うか。エピボです。はい、エピソードボーナス、いいね、このまま魔女にやってやる。くるみ割り確定のエピソードかな。いいよ、朝一からいきなり見せ場が来てる。そして見せ場が来ているということは勝利が近づいてる。最近負けまくってる俺に対してはすごいいい展開今。おい、20枚。さあ、それではいきましょう。くるみ割りの魔女です。久しぶりにやんな、しょぼい枚数で終わってるのも何回も見てきた。だから目標は200枚。やるぞ。はい、20枚、20枚、オッケーよ。うわ、もう無理かな。暗い方エグし、立ってくれ。あー、マジで。うわ、
60枚イエーはい、128ゲーム消化の678枚と朝一1回目のあたりからこれだけ出てくれたのは非常にありがたいですですが要素があんまり強くないんで現状まあちょっと警戒しながら打ちたいかなとはい、47ゲーム消化の270枚、全然 OKOK、48ゲームから記憶の回路、割とこのゲーム数からいくのは熱いな。100ゲーム以内のところの振り上げ取ったかな。あ、これちょくったかも。68ゲーム。デカプッシュ系は普通のボーナス以外が選ばれやすいはず。俺の実践上やけど、やっぱりちょくったわ。じゃあ悪くないんかな、やっぱり一回じゃ何とも言えないですけど、良き挙動、良き挙動いただきました。いえ、お、波なしジャックチェリー、えい、5枚、20枚、5枚、20枚、50枚、狙います。よし、あー、もう20枚がある。もっと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 、100枚、 OK。 はい、トータル210枚。やっぱり100枚がデフォで倍取れると全然気持ちが全然違う。直撃ラッシュなんでセット数が継続すれば熱い。252枚ですね、通常ラッシュは全く乗せられへんな、やっぱりな。おお、扉まで閉まりましたか。ボーネースかね、はい。おお、チャンスモードやった、いいじゃないですか。2回目チャンスモード、おお、出せ、おお、無駄。とりあえずここはもう抑えないといけない。でここをクリアするとアクホームが見える。行こう、とりあえずホームラン、よし、安心。外したことあるんで怖いです。ライト高いものを外すあの恐怖感、いけ、ここが大事。それで、あっ、あ、もんね、ここは取るに越したことはないし、危なかった、マジでホームラン出てなかったら危なかった。 AD 入ってくれたか、 OK、 最悪だ。はい、さっそうと駆け抜けました。お、4以上濃厚、てか4以上確定や、初めて見た。おお、こう、そうか、4以上か、これで。ああ、いった、222ゲームからゾロ目できたよ。はい、オール青、はい、黄色黄色青、もうレア子役引くしかない。おお、びっくりした、引かんくてもいけた。じゃあもう一個押していて、カモエビバーディ。これが私の、まあそう、うまくはいかん。ホーリーフィンセット、行くわよ、悲しい。いや、マジ一瞬やった。おー、した、次こそは3桁以上乗せる。なんかすげえね、京子がいい味出してんのよな。じゃないですか、どうなってしまうんすか、ここは。20枚、よし、さっきの強テリーですね。はい、マーミさん、お久しぶりに聞いた、そのセリフ。怖えー、30枚、もちろん、なななななはい、ここやねんな、超えさせて、立ってまのか、次5000目やから、あっ、よし、助けよう、避けて、あー、食らう、あのか、立とう、立て、たたん、110枚がさっきより多少成長した、進歩しただけでした。517枚で終了です。やっぱりそのくるみ割り自体で乗せる枚数っていうのはそんなに大きくはないですけど、継続中もね、ずっと順当さんでいてくれるんで、思ってたより増えてる。おー、行ったかな、ほい、いやー、やっぱ赤は強いし、この演出は熱い。はい、は、おー、
ール。はい、赤青黄色。はい、ここよ、京子さん。あー、もう滑った。よし、もう一丁行こう、もう一丁行こう。サクセスしまくろう。お、ダブサク。サクセス。あと一発、ここや、ここや。もう一丁サクセス行こう。まあそうやろな。ここでのスイカ2連続はね、でき問題は一発目ボーナスか特化ゾーン、まあ多分ボーナスやと思いますけど。おー、うまい、さやかの本気。よしよし、 OKOK、 180枚いきます。お待たせしました。あー、ボーナスかな、メガホームやから。はい、ボーナス。チーズがタルタル。アギチからの10枚。はい、190枚でスタートです。おー、パネルショートした。今日チェリーやな。はい、20枚か。でもパネルショートしてるんで、おそらくボーナスか特化ゾーンついてくると思うけど、どうなんすか。意外に意地悪。いや、弱。おほほほほ、唐突に強くなる。はい、エルボー。よし、コムラ VS マミー。ようやく行った。これが一番やばい。やっぱりかますことさえできればやってやる。おー、滑った。スイカ20枚からの、あー、しかしカットイン。来い、よし、20枚。固まれ、固まらん。くそー、煽りする。めっちゃ会話してるやん。お、着地に蹴りからの20枚。バリ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 、50枚ベルト。やばい、1角。よし、20枚からの、頼む、固まれ、固まれ。パキない。140枚。この程度じゃないはずよって言われたんで、もう一発ね、ぶち込みたい。やっぱりこのマミマジ面白いな。切りつける。はい、終了です。天国やったんかな、可能性はありけり。天国モード滞在か、チャンスモード滞在かつ規定ベル回数残り10回以内やと復活が得られるんで、その復活かもしれないです。はい、注文。ここは違うの、これもう一発と食います。ってことは普通にセット数かもしれへん。4以上なんで、通常のそのボーナスからの ART 3回復活すると4以上が確定するんですけど、そういう振り分けがあるので、一応もしかしたらそれかも。復活です。100枚出ました。お、そして復活した瞬間にパネルショート。チャンス目10枚。さっきの流れを加味すると、これは特化ゾーンかボーナスかもしれないです。もらった。違う違う違う。はい、はい、何ですか。俺はパネルショートしてるからほんま見えと思うで。さあ、よし、オムラ VS マミー、やり合おうか。3桁前。はい、20枚。ああ、よし、よし、チャンス目や。よし、来た、カモンエビバディ。ストップ。 OK、 来た、時間です。おー、一生終わるな。上がらへん、全然上がらへん。頼む。よしよしよし、危ねえ。上がってくれ。白のままやと弱い。やばいって、マジで。あ、終わったし、白、真っ白、燃え尽きる。いや、これで終わり違う。あー、よかった、ついた。いや、70枚。まだ残り7ゲーム残ってるんでね、いくよ、頑張れ。200枚は行きたい。よし、10枚カモン。あー、終わったー。190枚。時間停止がね、真っ白白助のままやったんで、ちょっとだけ惜しいことしたけど、これで1000枚超えが確定。ちょっとね、欲が出てる。6号機打つときにね、欲は良くない。ワンチャンもう一発ぐらいあっても。あらー、こっちで
ですか。完走しろって俺に言ってる。今日3回目よ。完走目指していこう。さあ1日目、1日目じゃ1戦目。おお、これどれや。はい、20万円曲代わりやろ。よっ、ああ、ぶちした。え、あ、そうや、何それ。もう分かってんのにドキドキさせるのやめて。行こう。おーおーおー、おっしゃい。倒れすぎやって。はい、20枚よし。はい、マミスさん30超えろ。よし、50超えろ。50枚。あー、やば。レアエグ、かけ替えろ。追加。5000継続で150枚で終了です。なんかもう安心させてくれへんかったね。そしてちょっと感想は厳しいな。1431枚獲得。いやー、ほんますごい大きな出玉の波になりました。嬉しい。たまにこういうね、波が来るんで。よかったよかった。ぬるっとしたまま終わるんかな思ってたんで。4かもしれないですけども、まあ、それでもこれだけ一瞬でもやれる時間があったらええよねっていう感じ。354枚も出てくれたんで OK。 はい、終了。245枚。間違いない。大当たり。687ゲーム。完全にさっきやめとけよかった。まだ勝ってるけどだいぶ飲まれた。はい、頼む。やってくれんなマジでよ。やっぱり最後はね、この強固にかけたい。あっ、お願いし、ソロ、お願い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 、お、もう、そう、人気メーターに気づかれてしまうのです。請求し、100ゲームだけ回します。なんか全長系統系があったらまあやめるかな。いこう。あー、感謝者だ。当たってくれうっ、お、9秒。キューベになっていきなりこれやば。どうしよう、一発で決める、一撃でいこうか。うわー、マジで言ってんのか、生き様。狙ってほしいな。もうもろたやろ。いや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 、ちょっと待てって。うわー、弱い。勘弁してくれ、頼む。あかんわ、もうマジか。シャバンこの金で終わらせましょう。ああ、チャンスモードやってね。いやー、ちょっとちょっとちょっと、やっぱ代行と自分の代じゃ違うねんな。代行の成功率めっちゃ高かったんすよ。はい、277枚終了です。キューベ、ちょっとほんまは100ゲームとか回したいんですけど、時間が結構キワキワなのでここらでやめたいと思います。あー、悔しいな。あそこで追いかけんかったらもっとプラテだし、まあ、追いかけた結果キューベが出てきて仕留めれなかった自分もめちゃめちゃダサいなと思いました。この後は、店内状況。はい、まず僕の反逆です。まあ設定4じゃないかなと思います。こちらも通常ラッシュ1回確認した台ですね。一応プラスで終わってますが、かなりしんどいもみもみした展開。この台もまあ結構いい感じです。こちらの台も人を辞められてますけども、一応プラス累計で終わってるんで、まあ中間ぐらいかなと。まあ、こちらの台も人を辞めてますけども、まあ、2000万円ぐらい入って上の方のポンポンポン。いやだから反逆ね、入ってたんじゃないのかなと。エウルカこの台いいですね。エウルカ3で窓2はね結構全体的にいいよ。こちらの台が23-22、多分ね AR1 にボーナス行くとラッシュ回数1回上がるんですけど、2000枚近く出てますね。こちらの台もボーナス回数はいい感じです。こちらの方も落ちメダルありと。こちらの方の台6100枚すごい。こちらの方の台もあんまちょっと微妙な感じとおっしゃってたんですけども、まあ、とりあえず出玉を持ってるという1300枚。こちらの方の台も6300、これ一撃で出てます。
設定的な手応え割と良さげという話も聞いたんでいいんじゃないんでしょうか。こちらもね3850枚も窓2もしかしたら全死頃とかはありえる。せいやこちらの角の方の台が初当たり5回、こちらの方も4回初当たり引いてでもちょっと出たらマイナスっす。その左隣の方も初当たり4回、こちら角2の方は初当たり5回ですね。まあどういう感じで初当たり引いたかわからないですけども、全体粘られてるということはいい要素、まあ要は死頃額的なものが出たのかもしれない。こちらの方絶頂でも入ったんでしょうかね。いただきジャーニー99回の番長ボーナス19回、まんまいってますね。こちらプレミアムハナハナ47近い27の20、こちらも28の20、24の19、30の17、あーいいですね。イメージなかったんですがハナハナ系結構強いな。はい以上です。窓2がもしかしたらワンチャン全体系なのかな、結構いいホールさんやなっていう印象を受けました。ハナハナ系が強そうっていう風に見えたのがなんか僕的には意外でした。エンディングも行きたいと思います。ミッドガーデン上越店さんでの実戦終了しました。結果いきたいと思います。投資がなんと7000円、そして回収がね意外にありましたね、1538枚、なんでプラス1188枚となりました。ふう、めちゃめちゃ久しぶりに勝った気がする。動画がどういう順番で上がってるかわかんないですけど、僕的にはめちゃめちゃ久しぶりに勝ちました。まあ設定は多分4です。4980回で回してチェリーが 99.6分の1、遮断フィールド並びにキューベチャレンジが追加50回通常時に引いて10回、でチャンス名が20回引いてボーナス0、今日チェリーが6回引いてボーナスが2回で、ゲーム数での当選も浅いゲーム数あまり選ばれなかったんでまあ4かなって感じですね。というわけで今回の動画久しぶりの反逆、6億なんて打ち上がってって思ってる方でもセブンズ TV を応援したいと思ってらっしゃる方とか、まあ今日の動画も面白かったよって言ってくださる方、ぜひぜひ動画の方にグッド、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。あと僕のツイッターもフォローしていただけると非常にありがたいでございます。それではまた近々セブンズ TV の動画が上がると思いますので、そちらの方もよろしくお願いします。本日はご視聴の方ありがとうございました。またよろしくお願いします。